とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、年末に手に入れた装備、使っていきたいと思います。これ、ゴーストキンドラーですね。263で、黄金にタンブルビーがついてます。もうほんと理想的だね。で、エンチャントで、ヘルスシナジー。で、ポーションバリアの、クールダウンだね。もう完璧なやつです。で、ゴーストキンドラーは一瞬だけ霊体になるっていうスキルがついてて、これ霊体になってる間はダメージを 50% カットしてくれます。なので、羽ぴょんでぴょん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 してると常に 50% カットしてくれる素晴らしい防具なんですよ。さらに 30% の確率でダメージを回避するので、防御面ではものすごく強いやつですね。まあ、羽ぴょんしなかったらそうでもないんですけどね。まあ、とりあえずこれで行ってみましょう。デイリーに行きます。それでは行きましょう。ヴァンガードに置き換わってマルチショットを使う。で、エコーのエンチャント。いやー、ヴァンガードのエコーはなー、これはね、かなりめんどくさいですね。で、弓はパープルストームできてます。うん。クールダウンが1なので、アーティファクトチャージも入ってるやつを使いますね。うん。クールダウンが3以上だったら、別に必要はないと思うんですけども、1とか2だったらやっぱりね、チャージ系が入ってる方が安定する。うん、安定じゃないな。うん、なんか安心感がありますよね。いや、強い。強いね。いいね。いいね。で、この霊体になるとき、防御力ももちろん上がるんですけども、敵を抜けることができるので、この特に見えにくいビルド、に関しては、すごく使える。これ、ほんと見にくいですもんね。ブラストは。それがすごく見えやすくなって、いい感じ。ただし、矢がちょっとないな。無限がついてはいるんだけども、ちょっとやっぱ矢の消費は激しいね。ちょっと矢の消費が激しいぞ。あ、やった。これ、ソウル系を1個入れて、いや、大丈夫ね。大丈夫ね。出る出る。うん、ソウル系を1個入れて、複製しようかと思ったけども、意外といけそうだな。これ、矢が出たのもね、後でちょっと確認しなきゃいけないんだよね。すぐにわからないんだよね。爆発してるから。で、キャプテンはもちろん、倒します。ああ、もうめんどくさい。キャプテンは倒していきます。じゃあ、この霊気の影響を受けにくいっていうのもいいっすよね。ああ、落ちたー。霊気の影響を受けにくいのはすごくいい。で、悩んだんだよね。これブラストじゃなくって、カバンでいこうかなとも思ったんですけども、まあ、今回はブラストでいきましょう。あ、武器には、下の武器ですね。下の武器のダイナモを入れてます。それで確実に仕留めれるんでね。いいんじゃないですか。いかんねえ。矢があんまり出ないな。なんだ？モブ速度 10% 増加。まあまあ、マイルドなやつが出てきましたね。はい。まあ、こんな感じで進んでいきます。洞窟には、いるかなどうだろう。あ、いるね。オッケーオッケー。あー、出た。とにかく矢がすごい必要になるから。オッケーオッケー。うん。300本あれば、あ、こんだけありゃいい。こんだけあれば全然いけるでしょう。オッケーオッケー。ヘルスシナジーがあるから、全然回復する。もうちょっと、ね、敵の攻撃がエグくなってくると、ちょっと回復しないかもしれないですけども、今のところまあまだ全然回復できるね。はい、脅威。で、おー、やった、やった、やった、すっごい矢出るね。打ち放題だ。あん
と1体ぐらいここいない。できれば2体ぐらいいてくれれば嬉しいんだけども、いいね、防護の敵でも全然いける。うん、多分あれだな、動画としてはね見にくいと思うけど、すごい見にくいとは思いますけど、すいません、これで今日は行きます。うん、やっぱ耐久力もある。やっぱね、263っていうだけありますよ。うん、263の耐久力はすごいから、いざとなったらね、モーションバリアまで完備されてるので。ちょっと待って、当たってない。よし、 OK、 モーションバリアまであるからもう問題ない。よし、なんだ、ナイトモード、はい、まあ行きましょう。ナイトモード出たか、忙しくなるんだよね。でも全然余裕でいけるとは思います。いくぞー、いた、キャプテンいる。あー、そっちか。ちょっと待ってね、じゃあちょっと待って、敵が出すぎる。脅威が2です。あ、やっぱりタンブルビーがいいね。タンブルビーがものすごいタンクになってきてくれて、すごい動きやすい。うわ、これもうヴァンガードがうっとうしいな。本当にノックバックがやばい。よし、ノックバックやばいし、レッドストーンゴーレムが今回3回出てきた。出すぎでしょ、そんな出なくていいよ。え、これはもう先行っていいよね。ちょっと待って、本当にこのね、ノックバックがやたら鬱陶しい。 OK、 で、あとキャプテンがね、あと2体なんですよね。いるかな、まあまあ多分奥の方にいるんでしょうけどね。行ってみましょう。いやー、もうなんだここは。じゃあどんどん湧いてくるからもうキリがない。キャプテンのところ、うわー、またレッドストーンゴーレム。 OK、 倒した。ちょっと待って、こっち、いや、いないなこれ。キャプテンはどうもここら辺にはいなさそうっすね。いやー、すごいな、わけがわからない。あ、この奥いるかもね。うん、奥の方にいるかもしれない。多分、いや、いないか、下、あ、いた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 、いる。どこ、うわ、なんだこれ、なんだこれ、なんだこれ、なにこれ、どこ、あーなんだ、何が起こった。まあ、キャプテンは倒したからいいけど、何が起こった今の。よし、ちょっとこれも取らせて。よし、 OK、 全部取りましたね。プレイヤーダメージが 20% 減少か。最後の最後でついたんで、まあ、特に問題はないと思いますけど、なんかあれだな、エコー付きで、いや違う、ただただエコー付きのヴァンガードにガシガシ押されてるって感じか。よし、わけがわからない、最後の最後、最初からかわけわかんない。ああ帯電がついてる、帯電変更トゲだ、何それ、帯電変更トゲというなんかわけのわからないものがついちゃってますね。よし、はい、こういうとこはまあサクッと攻略しましょうね。クリアか、クリアしましょう。村人たちは邪悪な、おお、瞬速のブーツの256が出た。瞬速は確か俺255だったと思うんで、いや、ラッキー、めちゃくちゃラッキーだ。ちょっと瞬速のブーツ見して、256出たでしょ、前のが255。よし、パワーが上がった、瞬速のブーツが最強になりました。やった、はい、ということで、今日はいいものも出ましたね。
ゴーストキンドラーの、理想的なやつ使ってみました。タンブルビーのヘルスシナジー、ポーションバリア、クールダウンですね。耐久力が抜群です。ものすごい強い。うん。でブラストビルドもしくはカバンかなーとの相性がいいと思う。まあカバンだったらば、雷フォーカスが欲しいので、まあブラストが一番無難なのかな。ただし見えにくい、本当に見えにくいので、マルチではあんまりおすすめできないですね。ソロプレイでするときにはいいかと思うんですけども、マルチだったらちょっと迷惑かかるかな。まあそんな感じです。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。